中山義雄は、日本の政治家、諸家。塩野町村長、新潟県議を経て、朝日村長を務めた。ガゴは、竹刑。1911年12月9日、新潟県に生まれる。1933年、国学院大学附属高等師範部卒業。1934年、新潟県立村上中学校教諭となる。百三十九年、 同校を退職して、大阪府立豊中高等女学校教諭となる。1945年、同校を退職した。1946年、塩の町村長となり2期務める。1951年、人気満了で同村長を退任し、新潟県議会議員となって1期務めた。1955年、人気満了で県議を退任し、 新潟県立村上高等学校教諭となる。1958年、同校を退職し、朝日村長に初当選する。4期務めて、1974年の人気満了をもって、同村長を一旦退任する。1978年、合戦を果たして同村長に返り咲いた。1998年10月25日、新人を破って重戦を果たした。 当日有権者数1153人最終、投票率 91.72%2000 年10月、左大腿骨を骨折して入院した。その後、持病の腸閉塞を発症した。そして肺炎を併発し、2001年1月10日、急性肺炎のため村上総合病院で在職中のまま死去した。死去した時、全国最年長の主張であった。 1984年1月17日、中山が県内6町村に呼びかけて作った。自らは新潟市長国連邦を代表となった。参加したのは朝日村のほか、黒川村、笹上村、山戸町、津南町、牧村で、それぞれが市長国となって結束して連邦制を敷いた。入国するには手続き料が必要で5000円を支払う。 一度支払うと3年間有効である。また、各国ごとにコースが用意されており、1コース1万5000円を支払うと国民として登録される。登録されると、パスポートとビザがもらえ、解放や六町村の広報誌が定期的に送付される。また、国民向けに、コシヒカリの無料引き換え券や温泉旅館の宿泊割引券、スキーリフトの無料引き換え券、 祭りの招待券のプレゼントが用意されていた。コースは全部で20用意された。内訳は、田舎の味覚満喫の特産品が5つ、田舎で遊びまくれる観光コースが4つ、どちらも楽しめる欲張りな観光と特産品コースが11、用意されていた。その後、1986年に、両津市と青老町が参加した。国学院大学附属高等市半部在学中に、 高塚地区道に順位書の道に進んだ。万葉がなお得意として地区系の家号を用いた。1984年、85年に銀座三越で書作展を1994年に日本橋三越で個展を開催した。また、1999年から2001年まで書道道文会会長も務めた。ありがとうございます。